はい、こちらは、リサイクルショップで980円で購入したコーヒーメーカーです。コードの方はだいたい1メートルぐらいで、こういう感じになってます。しかもフィルター機能が、フィルターの方、紙フィルターを入れなくても大丈夫なタイプ。こちらの方は新興品だったんで、最初はあの1回も使ってないような感じでした。で、こういう中はこんな感じで、一応保温機能もついてると。一人暮らしなんで、まあ大体2杯から3杯やったら十分なんで、まあ、小さい大きいマグカップ、これぐらいのマグカップだったら大体、3杯分ぐらいは飲めるようなやつにしました。980円なんで、1回試しに使ったけど特に問題なく使えたんで、結構お手頃だったなと。ただ一番気になるのはこういう風に、いや、ここの中のフィルターの色がかなりつきそうだなっていうのがちょっと気になりました。まあこれはまあいずれまた漂白剤でしなきゃあかんなと。ただこちらやっぱ安いだけあって、乱雑にああものを扱うような人だったらこういうとこすぐに壊れそうだなと。このこちらのガラスの方もそれほど分厚いっていうわけじゃないんで、まあね、調子に乗ってどっかにぶつけるとすぐ割れるかもいうような感じでした。まあしばらくのつなぎで使うんだったらお手頃価格のコーヒーメーカーでした。